やっぱりお得な情報を、お伝えしていくということで、今日は2019年のファンクラブ会員の募集に関してですね、きっちりお届けしてまいります。みきちゃん、ちょっと背中も見せて。はい、どうぞ。はい、こちらですね、特典の一つということで、今年の会員の皆さんもね、かなりゲットされた方が多いと聞いています。持ってる方どれぐらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。なんか3万名ぐらいの方がこれを選んだと聞いていますね。いい感じですよ、しょった感じは。しょった感じ、いい感じ。はい、しょいやすくて、サイズがいい感じだと思います。おお、そうなんですね。で、その中から出てくるものが、来年の特典となっていますので、順にご紹介していきましょう。はい、いいですね。なんか遠足の帰りみたいでいいですね。そこの作りもしっかりしてますよね。パカッと開けてランダムに、はい、まずこれ出た。おお、こちらは何でしょうか。今から見てお伝えしていきましょう。接触冷感マルチクッション。ネーミング家庭な。接触冷感マルチクッション、触れた時にひんやりと感じる接触冷感のクッション。球場観戦ではシートクッションに、家ではお昼寝枕や紐を結んで腕に巻けば腕枕にもなるという代物ですね。あ、なるほどなるほど。ドラゴンズファンの方にとってはぴったりな、そのやっぱ赤がアクセントですか？そうですね。なんかちょっとなんかね、コメント出てこない時もあるよね。いいんだよ。なんか気持ちいいです。触り心地はやっぱ違う。はい、触り心地すごいなんかね、なんか出てこないよね。特に出てこないけどね、気持ちいいということで、まだまだ蒸し暑いんでね、いいかもしれませんね。じゃあみきちゃんならどう使うのそれ？あ、こちらのはです。まあ頭が次いってたね、完全にね。もうこんな感じね。こんな感じです。気持ちいいですよ。はい、いろんな活用方法がございます。